航空自衛隊小松基地が一般開放される航空祭が4年ぶりに通常開催され、多くの人でにぎわいました。小松基地の航空祭は去年新型コロナの影響で開催時間の短縮や来場者の制限などが行われましたが、今年は4年ぶりに通常開催されました。一般開放された基地の中では、普段見ることができない海上での救難訓練の再現や、 F-15 戦闘機が来場者の頭上を飛ぶ迫力満点のパフォーマンスが行われました。他だとここまで F-15 の機動飛行がないんで、やっぱ迫力あります。かっこよかった。どんなところかと飛んでるところ。また先月行われたイタリアやオーストラリアとの共同訓練に合わせて作られた F-15 の特別塗装機もお披露目され、航空ファンを沸かせていました。